新年明けましておめでとうございます。福岡市長の高島総一郎でございます。えー、私、今年年男寅年でございましてはいえ、縁起いい感じですえー。去年もですねえ。新型コロナウイルスの影響が続く1年だったわけですが、一方で福岡市はコロナ対策の切り札となります。ワクチンの接種、これは大都市の中でもね。トップクラスのスピードで進めることができました。 改めて、このワクチンの接種と、また感染拡大の防止のためにご尽力をいただいた医療従事者の皆さん、また市民事業者の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。まだまだね、なんかオミクロンっていうような話もあって注意は必要なわけですけれども、こうしたえ不確実な状況だからこそ変化を恐れずチャレンジをし続けるということが大切だろうと思っております。市民や事業者の皆さんが前向きになれる。 そんな2022年にできるようにね、福岡市もいろんなチャレンジをしていきたいと思います。市民の皆さん、企業の皆さん、そして我々行政が力を合わせて2022年素晴らしい年にしていきましょうね。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。